効率的筋トレメニュー考案家のタートルです。今回はですね、過去にのした肘をつけないプランク、これでたくさんの方が成果効果を感じられてます。おめでとうございます。で、今回はですね、その動画の応用編になります。このプランクのいいところって、やっぱりうつ伏せのまんま体をちょこんと持ち上げたらお腹に効かせられる、腹筋よりもね手軽にできるのがいいところ。そして腹筋ってやっぱりうまく効かせられないとお腹全然効かずに首疲れたわーってなる人多いよね。今回プランクね、お腹すっごい効くように改良してありますから、一緒にやってみましょう。まずはスマホ持って仰向けに寝ましょう。プランクで腰痛めるといけないから、まず腰をちょっと丸めてストレッチしましょう。この状態でキープ。これでまずゆっくり腰を伸ばしていきましょう。絶対にね、ウォームアップとクールダウン、これやらないと痛める原因、あとはね継続しにくい原因になるから、必ずね、もういきなり本題のメインやりたいの分かるんだけど、絶対ウォームアップのねクールダウンやりましょう。よーし、よーちょっと、よし、オッケー。じゃあ今度はうつ伏せです。まずはね、この状態でお尻をグッと締める練習、後ろにお尻を突き出してお尻を締める、締めながら斜め下に起こす。これの骨盤の動き、これがプランクの重要になってきます。お腹を緩めて骨盤を起こして、骨盤をさらに締めると、こう、これでお腹を使えてます。よっしゃ、いいよ。じゃあ今度はね、本題入りましょう。うつ伏せで寝たまんまで、このまま体を持ち上げる。これでキープ。息止めないようにね。はい、これでキープ。太もものね、前側は少し浮き上がってます。これすごいよね、腹筋。どうみんな。いよいよ、その調子。息止めないように頑張って。もし疲れたらね、バターンって降りていいよ。30秒結構長いからね、2回に区切った方がいいと思う。いいよいいよ、頑張って。よし、 OK。 うわー、膝ついてるだけでめっちゃ効くよね。ちょっと一回ね、お腹休めよう。このままね、膝を振る、こういう感じ。ちょっとこれでね、一回お腹周り、一回ちょっと緩めよう。この次にね、膝をつけないバージョンやっていくよ。いや、これマジ30秒結構長いから、まあ、10秒をね、3回に分けてやるとか、15秒で2回、そういった感じでね、できる範囲でやってくれてね、いいね。よし。よっしゃ、いいよ。そしたら今度はね、つま先立ちで、頭寝たままで、体を持ち上げる。頑張ってみようか。途中降りていいからね。ゴー。はい、これでキープ。うおー、すでにきつい。ぐわー、途中で降りていいよ。息止めないように。ゆっくり息吐いて。ちょっと、うおー、これ30秒長すぎる。みんな途中で降りていいよ。うわ、腹痛え。うおー、うわー、ちょっと30無理、これ。30秒無理、2回に分けよう。さあ行くよ、2回、うん、または3回。よっしゃ、行こう。途中で降りていいよ。これでキープ。頑張って。いけるいける。絶対いけるよ。よーし。一回休んで。これ休まんと無理やね、これね。よし、行くよ。ぐおー。腹いけー。ぐおー。効くー。よっしゃ。うわー、
激キツやね。よっしゃ、今度はこれで普通のね、今度はこれ楽に感じるからね。さあどう？この体幹ってね、一回きつい意識が加わると、その後ね、結構ね、ピチッとこうできるから、たまーにやるだけでも全然いいよこれ。一回ね、腹に効いたら、今腹に効いてきてるよね多分。いつもより腹に効いてると思う。このお腹が一回疲れるとね、ちょっとの運動で効くからね。よーし、オッケー。じゃ今度は膝をついたままで、こうね、はじめと一緒行きましょう。来るね、来るね、効くね。おっしゃ、おっしゃ、これでキープ。お尻をね、締めろってよ。お尻締める。前のめりにならないようにね、ちょっと肘前に出してね。よーし、お腹効いてるよね。息ゆっくり吐いてよ、ふーって。いいよ、その調子、その調子でいこう。よーし、あとちょっとよ。よーし、よーし、オッケー。そしたら今度手ついて、使ったお腹伸ばそう。痛いよねこれ、お腹使った後痛いよね。よっしゃ、いいよ。ちょっとね、お腹と背中がきつい場合は手を前にしよう。手を前にした分胸張って、いいよいいよ、その調子、その調子でいいよ。あと少しで終わりよ、頑張ろう。よし、あとちょっと、腹がちぎれる。あと少し、いよいよ。よし、オッケー。いやー、聞いたね、聞いたね。やっぱたくさんの方がね、すごい聞いたよって言ってるだけあってね、めちゃくちゃ聞いたよね。やってみたよって方、グッドボタンやコメントで感想教えて。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画、どっちか一本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。